え皆さんおはようございます。立憲民主党の衆議院議員、原口克弘です。今日はまずですね、あの、テマセックモデル、まあ、テマセックモデルと申し上げても、なかなかあのご存知のがないかも分かりませんが、私がリー・クアンユ先生に学んで、グローバリスト、これと戦ってきた、まあ、戦い方についてご説明をし、皆様にご協力をいただきたいというふうに思います。 えー、日本の公を喰らうもの。この正体、えー、お分かりでしょうか。日本はですね、明治以来、この150年以上、歩いていける距離にですね、3つのものを作りました。私たちの先輩たちですね、明治維新以降の日本。歩いていける距離に作った3つのものっていうのは、まず第一が学校です。教育こそ国の基本ということで、 まあ皆さんも小学校歩いて行かれた方少なくないと思います。歩いていける距離に学校を作って、そして教育で、まさに、あの、裏側にフェリーが来ましたね。圧倒的な軍事力、圧倒的なエネルギーの力、それはそうですね。それまで江戸時代はあの化石エネルギーなんていうのは使ってませんから。エネルギーのタイムカプセルを持った、 他国にですね急速に追いつくためには教育が一番大事だったんですねだからこの学校を作ったわけですもう一つが派出所まあ,あのみんなが刀を刺してですね切れ合うなんてそんなああの社会まだ江戸の武士たちは刀を持ってました いや、それだけじゃなくて、日本が統一される過程において、治安こそとても大事ですね。だから歩いていける距離に、えー、交番。これがあるっていうのは、まあ、世界の中でも日本を見習う国っていうのは今でも多くありますね。治安ですね。教育治安。そしてもう一つ作ったものがあります。それは、郵便局です。これはあのコミュニケーション。 日本全体のコミュニケーションを円滑にするために、あるいはみんなのコミュニケーションのをその行う権利を保障するため、今風に言うとこういう言い方になりますね。明治のリーダーたちはこの3つのものを作ったわけです。で、この郵便局も何も、明治政府は何にも持ってませんから、それこそ江戸幕府と戦って、 戦費にお金使って、疲弊した状況で日本を作っていったわけですね。で,ですから、郵便局、今でこそ既得権益の塊みたいに言う人たちがいますが、郵便局がどうやってできたかというと、地元の有志の人たち、えー、それでもお金持ってる人たちがいたわけですね、土地を持ち、そして人望もあり、そういう人たちが持ち寄って、自分の土地を持ち寄って、 でできたのが郵便局なんですだから、まあ、局長会っていうのが今,今ではもうちょっと私から見てもあのいろんな言いたいことがありますけどもそもそもはあの特定郵便局この局長さんたちは自分の先祖がもう今じゃあの世襲はないですよだけど自分の先祖先祖って言ったってそんな何百年も前の先祖じゃなくて 140年かなそれぐらいのですね、前の先祖が土地を出したものなんですね。で、今日はリク・アンユー先生、まあ私の先生で、あの、まあ私なんかがあのリク・アンユー先生に、あの方に先生だっていうのは、まあ、僭越な話ですけども、松下成形塾にはシンガポールプロジェクトっていうのがあってですね、シンガポール大学と連携をし、 そして私たちがちょうど20代の頃私たちを指導していただいたのは今の李ンロンさんの学府になるプロフェッサーリムっていうリム教授ですねもうアジア一の天才ということで皆さんもお名前はご存知かもわかりませんでこのリム教授とリークアン・ユー先生リークアン・ユー先生に私たちは学んでいったわけですねでちょうど1990年代まあ80年代 ジャパンアズナンバーワンと言って、日本がもう今じゃ信じられないことだと思うけども、例えばニューヨークのロックフェラービルを買うと、このそのアジアの黄色い猿が何をやってるんだって白人至上主義者から言われたことがありました。アジアの猿はアジアに引っ込んでろ、アメリカまで来んなって言われた時のあの差別。 ののさですねあの黄色い猿はアジアに引っ込んどけって言ったんですよ、僕にね。で、ものすごいその反発があって、それからいろんな日米構造協議も含めてですね、いろんなグローバリストたちが日本を、まあ、それまでは取りに至らない、あの戦争して負けて、そして間接統治をしている、そういう国だったわけですね。でけど 朝鮮戦争のこの特需もあって、急速にあの、まあ、まさにジャパンアーズナンバーワンまで行きそうな勢いだったわけです。で、そこで彼らははちたと気づくわけですね。これはおいしいものが目の前に転がってると。で、それが構造改革であり、民営化なんですよ。国鉄も民営化されましたね。電電で公社も民営化されました。 そして郵政も民営化されたわけですで民営化っていうとみんないいことみたいに思うけどこれはあのまあそれが証拠にですね日本の公共サービスは明治の時代にたくさんの人たちが作ったものがどんどん売り飛ばされて彼らの懐に入っていくわけです。 例えば、鉄道民営化、これは国鉄、ね、民営化ですよね。線路を作って、鉄道を作って、そこに街を作るっていう日本の発展モデルが真逆になってたわけです。まあ、労働運動も強かったんで、それを分断してですね、それぞれの今、あの例えば私の佐賀だったら JR 九州ですよね。 あるいは JR 四国、JR 北海道、JR 東海、バラバラにしてですね、そして民営化という名の、まあ、その中に、私たち国会議員でもチェックできないような談合や、いろんなもので設けた人たちいますよね。で、これの最たるものが、優先民営化だったわけです。あの時、政府が何て言ったか覚えておられますか 郵政を民営化すれば年金も大丈夫です。郵政を民営化すれば今のドローンとした日本は発展の日本になります。民営化に反対する者は主流派であり、この人たちこそ既得権益の保護者ですって言ったわけです。冗談言ってんじゃないと。後ろに誰がいるか知ってるぞと。で、私たちはそれと真っ向から戦いました。テレビでも討論しました。 言われました。あなたは改革者だと思ってたけど、主級派だったんですね。郵便局からいくらもらってるんですかと冗談言ってもらっちゃ困ります。選挙ともなれば、局長会は自民党のもうものすごい集票マシーンで、私たちの票を取っていくことはあっても、足すことなんか全くありませんでした。それでも、優勢民営化はおかしいと立ち上がったわけです。で、自民党の中にも、 あのこれはいかんっていう人たちがいたんですね。で、私はその時の小泉首相に、いかんっていう人たちが中にいるじゃないかと、自民党の中はま、まぜこぜで選挙すんのか、あれは失敗でしたね、彼にあの加速させてしまうあの、なんていうか、目標を作ったような言葉でした。 自民党の中がまぜこぜじゃないかと。郵政民営化に反対してる良識のある人たちいっぱいいるじゃないかと。それでもあなたはあの、それを無視して突っ込むのかって言ったんです。それがあの死却になっちゃったわけですね。自民党にいながらも死却を送られた人。佐賀だと佐賀3区の堀康介先生。堀康介先生なんか自民党の自民党っていう人ですけども。 を送られるわけですって私たち民主党に対する死却なんかもっとすごいですよ。あの、私の選挙区に小泉氏と竹中氏が3回入りました。佐賀1区っていう狭いところに。そんで、検察会社の前にはですね、あの、改革を止めるなっていうスローガンが貼ってあったんですよ。そこは、あの、しょっちゅう談合の噂で持ち切りのとこだったんで、 だ号を止めるなんの間違いじゃないかって僕らは言ってたんですが、まあ結果はですね、あの小泉氏が髪を振り乱して、郵政見えかくぞ、日本の改革の本丸だ、それに抵抗する人間は抵抗勢力だ、自民党をぶっ潰すって言ったわけですぶっ潰したのは自民党じゃありませんよ。ぶっ潰したのは私たちの公なんですよ。 私たちはすりつぶされました。あの時小選挙区で苦杯をなめて、比例でやっと救われるっていう、無様な結果だったんですね。まあ、その後その方には2勝して、今、その方は参議院議員になって、まあ、立派な方ですよ。福岡高丸さんっていう方ですけどね。あの党は違うけど、私はすごく尊敬してます。まあその、まあ、その方はどう,どうでもいいとか、この議論の中には、あの、 どうでもいいんですけどもあのとにかくそういう戦いでじゃあ郵政どうなったかというとバラバラにされてですね民営化されて彼らの思惑どおりおいしいところ全部持ってかれてるじゃないですかでこれと戦おうと思ったわけですあのそのつ,つりつぶされた翌年にリク・アインユ先生のとこに行って「俺シンガポールって同じ自由主義陣営なのにシンガポールってすごいよね」って。 リクアユ先生はどうやってあの凶暴なハイエナたちを撃退してるんだろうって思ったんですよ。シンガポールもね、共産主義じゃないでしょまあ PAP っていう第一党ものすごい力を持ってるけども、リクアユ先生が引き取られた今、リーシェンロンさんですね。なんでシンガポールはハイエナに食われないんだろうって思ったんですで、シンガポールで 勉強してみたらテマセックモデルっていうのがあって、まあ、それはですねテマセックっていうのは、まあ、民間会社っていうかコングロマリット、まあ、今で言うとそうです、ね、ソブリンウェルネスファンドも含めた巨大な、まあ、公の基盤というかシンガポールも,もう一個あるんですけどソブリンウェルネスファンドはそういうものの下にですねシングテルとかシンガポールポストがぶら下がってるんですよ。 だから、なんて言えばいいのかな、仏様の手の上に、ものすごいその戦闘集団が、そうですね、孫国をあの思えばいいですね、孫悟空があの毛を分身させるじゃないですか、ああいうのがいっぱい、仏様の手の上で暴れてるって思ったら、分かりやすいかも分かりません。ちょっとこの日はあのシンガポールに対しては じゃや若干失礼なんで、あくまで分かりやすいために言ってるんですね。すごいと思いました。だけど、あの、ハイエナの圧力全然食らってないんですよ。だって民営化会社だから。民営化してるから。だけど、そこはシングテルにぶら下がってるんですよ。シングテルじゃない。テマセックにぶら下がってるわけです。シンガポールテレコムとか、シンガポールポストが。もうさすがリクアユ先生だと。 で政権を私たち民主党が2009年に取ったときに私は総務大臣にあの指名をされます。やったと思いました。これで絶対にハイエナに食えないライオンを作ってやるんだと思ってやったのが郵政改革法案です。で、これも途中でハイエナが横から近づいてきてまあ菅さんの に鳩山さんから関西に代わって消費税を言うもんだからあの参議院で再逆転されてあと1日で通るこのライオン法案が潰されたわけですあの潰された時の屈辱は今でも覚えてます郵政民営化っていう売国と戦うライオン法案ができたわけですだけどこのライオン法案は今に至るまで その後ボロボロにされていや通らなかったからあの自民党のそのいわゆるグローバリストの傀儡の人たちが作った、まあ、こうやって傀儡って言って挑発するとですねでもこの頃は挑発しても文句言ってこないんですよね。なんでかっつったら自民党の中にもあの主球派と言われたトーンを生ん出されて資格をですね送られた人たち。 日本を守ろうっていういい人たちがいるからです。このテマセックモデルと近いのがオランダの ING モデルですね。あそこも,もうまさにあれはあの会社のシンボルあれ郵政が民営化したもんだって言ってるけど世界の中の10番目ぐらいにでかいもう今もっとでかくなっているでしょうかねコングロマリットですね。郵政を基盤にしてですね世界を食いに行ってるんですよ。あのオランダの ING に 行った時に、あなた方本当にシンボルがライオンだけど、俺らもっとでかいライオンで食、食いたいんだけどって言ったら、原口さん、あなたバカですかと。まあ、バカですかとはさすがに言わんですね。あなた、あの死にますよって言ったんですね。食ったらね。死ぬんですよ。なぜかというと、ポイズン条項、毒の条項っていうのが入ってて、ING はよそから食えないって言うんです じゃあ、あなた方は予想を食うだけのライオンかって言ったら、その通りですっていうわけです。で、僕が目指した、いや、目指してる今の郵政ライオン法案、これ、えー、昨年、一昨年ですね、えー、立憲民主党の郵政改革ワーキングチーム、僕はあの代表で、亀晃子さんが事務局長をしてる、これでまとめてですね、もう一回こ,こっちに挑戦するんだってやってるんですよ。今 あのやっぱりお前が言ってる方がいいっていう人たちがいっぱい出てきましたね。だって食われてるんだから。シンガポールのリクアイユン先生に学ぶグローバリスト、つまりハイエナとの戦い方、これはですね、テマセックモデルですよ。絶対にテマセックモデル。まあ、頑張っていきたいと思います。これをこうやって配信してると、よしって言って、もう一回。 僕と一緒に法案を出すこれ、今、圧倒的に自民党が多いですからね、あの自民党の中の人たちにも届いてると思います。やりましょう。ボっボぼにされてもう今、土曜だって、あの、周配しないじゃないですか。ね、もうこのままいけば、郵政は逆にみんなの国民のお荷物になりますよ。言っときますけど郵政にはい 一円の税金も入らずに、そして、郵政が、あの、これ、三事業って言うんですね。郵政三事業。郵便、官報そして貯金、郵貯ですね。この三つで得られた、まあ、これも、えー、広く言えば、ソブリンウェルネスファンドみたいなもんだったんですよ。それでもって研究開発をやって、日本の国力を高めていったんですね。アメリカは、あの、 軍産複合体っていうかペンタゴンの予算でものすごい技術を作っていってるんですね。で、日本はあのそんなことできませんから、軍を置けませんし、そんな年間80兆も軍に使ってなんかいませんからね。日本の防衛予算っていうのは今でも6兆ぐらいですよで、そうではなくて、郵政っていう150年前に、 私たたたちちの先輩たちが作ったモデルつまり欧米列強に打ち勝つために貧しい日本をまさに基盤とする貧しいんだけどもこれから頑張っていけばそれをもとにいろんなことができるっていう、まあ、公のモデルですね今私がずっと言ってきたテマセックモデルこれを先輩たちが作ったんです。 で、これはやっぱり食うのはむちゃくちゃ美味しいんですよ。まあ、今度食ったら、あの、毒で死ぬように、そんなものも入れておきたいと思います。今日はですね、あの、郵政の民営化っていう売国。まあ、売国って言葉はあまり使いたくないけど、他に言葉が浮かばないから、あえて使ってるんですけどね。その、戦い方。 リーク・アンユー先生がどんなふうにやってこられたか、もう今、天に召されてしまいましたけど、今、そのご子息、えー、リー・センローさんですね、彼もアジア一の天才って言われたような人たちですね、まあ、そういう人たちが考えることってやっぱりすごいなと思います。いや、シンガポールに学びに行ったんだけど、本当の原点は日本にあったんですよ。 あなたはわざわざ日本からここに何しに勉強しに来たんですかって。日本の歴史を見れば、私たちが日本を学んで、こうやって気づ、気づき上げてるんですよって。本家に戻ったらどうですかって、ある友人から言われました。シンガポールのね。日本再生のですね、鍵は日本にあるということを申し上げて、えー 今日の最初のスペースを終えたいと思います。また YouTube にしときますんで、拡散をお願いできたらと思います。それではご意見よう、良い一日を。